はい、パニャニャンだ。今午前中の医学部向けの講義を終えて移動中です。2023年の夏のある日です。結構真夏です。はい、でちょっとね、なんかすごい美味しそうなものを見つけたので、これゲットしてみたいと思います。はい、台湾料理胡椒餅ですね。結構ね、豚肉とかすっごいしっかり入ってて食べ応えありました。そう、さっきも食べました。でね、すごい人気あって、あからさまにあまた売れつるって感じで、ほんの少しの間にたくさん売れているっていう感じですね。はい、ちょっとわからなかった人、古文復習しようね。はい、でね、裏に行くとお店の裏ね、こういう小道なんですけど、でちゃんとね、こう食べるスタンドとかがあって、こうね、ちょっとした机があって、美味しく食べられるようになっています。はい、ということで、午後もね、しっかり栄養をとって頑張っていきましょうね。では合格目指して、パニャニャンダー、無法林家の台湾、バイバイ。